はい、タカさんです。今回の動画はですね、児童相談所の判断の是非を皆さんで考えてみましょう。児童相談所は密室で、その子どもの将来に関わることを裁判所の許可も得ずに判断をしています。はい、親の承諾があれば自分たちは裁判で正当性を述べる必要もございませんというような態度でございます。ですので親に同意を求めてまいります。同意をしない場合は、親について悪く書かれた内部文書を家庭裁判所に提出するような状況になっているのが今の児童相談所をめぐる行政の欠陥だと思っております。はい、彼ら行政公務員なだけで判断する是非を主権者である国民全体が考えるというコーナーになります。はい、今回の事例はですね、あるご家庭で中学生の男の子が妹に性的いたずらをしたというような事例でございます。これを親が児童相談所に、児童相談所という名前がついておりますので相談したらどうだったか。はい、児童相談所の安易な判断、分離です。はい、児童相談所は分離以外の判断というのをするのを見たことがないというぐらい分離を積極的に行います。親子分離を積極的に行うお役所というのが児童相談所でございます。もう何か情報が入ればとりあえず分離したがります。ですので児童相談所に相談に行くということは、親子が分離されるために行くというような形になってしまいます。そういったお役所の仕事になっております。ですので今回の事例も、はい、例外なく男の子が妹に性的いたずらをしていると相談をすると、はい、児童相談所の判断はこの相談の結果、はい、中学生の子供施設行き、はい、これで終了でございます。はい、児童相談所の説明では、妹たちが大人になるので家に帰れませんね、これで終了でございます。児童相談所の強力な権限を使ってこういった形で中学生を無理やり施設に入れて終了。はい、皆さんこれどう思いますでしょうか。こういったことが法律で許されているのが今の児童相談所です。法律で子どものためであれば何でもできると、それを児童相談所の内部の公務員らだけで判断できてしまう判断の結果が、はい、このような事例で中学生の子どもがずっと施設に行ってください。これどう思いますでしょうか。はい、しかもこれ中学生が大人になるまでではございません。はい、中学生が大人になって施設から出たとしても、この妹たちが大人になる前に接見した場合は、今度はこの妹たちがおそらく施設行きにされると思います。そういった場合は妹たちが施設行きにされると思います。これどう思うでしょうか。これが行政の対応として正しいと思いますか。これが今の児童相談所の対応の典型事例だと思います。分離しかできない、支援というよりも児童相談所というのは分離が自分たちの与えられた役割だと、その役割を果たすために分離の判断をするだけだと、過去の判例からも分離しても何の咎めを受けないのであれば分離すべきだと、そんなレベルの分離しかできていません。裁判所は児童相談所の報告書をもとに判断するケースがほとんどですので、大体児童相談所のこの書面というのは親を悪く書くことができます。親を悪く書いたら裁判所は悪く書いてあるという認識しかできません。親側は悪く書かれたことについて
きっちり反論することは非常に難しいと思います。何月何日どうしてこういうふうに対応したのかという点について、その時録音をしていて児童相談所職員がこうこうこういうような親を怒らすような発言をしたから、それに対してこう反論したことがこのように書かれていますと、児童相談所側が不誠実です言えますか？言えないですよね。だいたい証拠も取らないし、そういった児童相談所とのやり取り録音をもとに文字に起こしておいて整理されていると、そういうようなことほとんどないと思います。そういったことをすべきだと書いたのがこの、誤認保護マニュアルでございます。誤認保護に限らずですね、児童相談所との対応方法、証拠の取り方ね、対応の仕方、児童相談所のものの考え方、そういったものを書いた本になります。これを読んでいただければ、どういった対応を親側がすべきかと、子供を返してもらうためには何をすべきかというところが、ここに書かれております。児童相談所というものがどういうところか分かっていないと、返す判断をしてもらうためには何をすればいいのかが見えてこないと思います。何をしてほしいのか。児童相談所に何をしてほしいのか。はい。分離か、子供を返す判断か、それしかできないわけです。返す判断をしてほしいのであれば、そのためには児童相談所内部で何をどう判断して、いつどのように何をすれば、返す方向に児童相談所が判断する方向にみんなの考えがまとまっていくのかというところをしっかり考えていく必要があります。少なくとも裁判で自分たちは虐待していませんというような言い方をしていると、児童相談所は 100% 子供を返す判断をすることができません。はい、あくまでも親側の安全な養育環境、ここを証明してほしいというのが児童相談所側でございます。難しいですよね。児童相談所側が絶対安心できる、子供が完璧に養育できる環境を証明してくれと、そういったことを言っているだけなんです。お役所ですから証明しろと、証明しなかったら返せません。これだけのことなんです。はい。ぜひとも、わからない方は、誤認保護マニュアル等を読んで、児童相談所というものがどういうものか、学んでいただければと思います。多賀さんのこれまでの児童相談所を巡る動画を見ていただければ、児童相談所がどういうものかというものがわかると思います。それをまとめたものになります。はい。今回のケース、これ、本当に、ありふれたケースでございます。こういったケースでは、どちらかを保護します。はい。今回はどうやら中学生の方だったんですけども、これを中学生を家に残して、妹側を施設に入れるという判断をする児童相談所もあります。児童相談所の判断はこのどちらかでございます。中学生側を保護するのか、妹側を保護するのか。はい。今回は、加害者側を施設に入れたという点では、まだ、この妹たちを施設に入れるというところと比べたら、マシな判断、より良い判断だったのではないかとも考えられます。はい。けれども、行政の対応として、初回のこういった内容でいきなり施設に入れてもう返さないというのもどうなんでしょうかという意見もございます。はい。皆さんはどうお思いになるでしょうか。これが児童相談所の仕事の事例でございます。こういったことをやっているのが児童相談所。こういった事例の数々、ネット上にはほとんど見られないわけですよね。
タカさんだからこうやってしっかり解説して、日本国民のこのね、国民全体の奉仕者である公務員らの判断、主権者である国民がしっかりと監視する必要がある、国民全体で考える必要がある、児童相談所職員が本当に正しい判断をしているのか、彼らの判断がなぜ密室で行われているのか、なぜその密室の判断について助言を行ったり、正しい判断かどうかもう一度考えさせるような仕組みがないのか、こういった欠陥行政ともいえる児童相談所をめぐる法令、それについて切り込んでいますのがこのタカさんでございます。皆様のご支援よろしくお願いいたします。今回はこういった事例をもとに皆さんで一緒に考えてみましょうという話でございました。はい、それではまた。みーたんです。今回のケース、いきなりお兄ちゃんが連れてかれちゃったらやだな。だけどもみーたんが連れてかれるというのもやだな。ということは、児童相談所は子供たちがこうやって悲しむことについてはあまり考慮しないんだね。それよりも何か事件があって自分たちが責められるのが一番怖いんだね。子供たちの声がしっかり反映されて、子供たちのための行政機関になってほしいなとみーたんは思います。それではまたね。バイバーイ。タカさんのチャンネルは、児童相談所の判断により不利益を受けている子どもたち、保護者、その他関係者ら、支援者ら、そういった方々がどうすればその子どもたちを救うことができるのか、その学びのためのチャンネルです。皆様も児童相談所を取り巻く法令の実態を知って、これを改めるべくご協力ご理解のほどよろしくお願いいたします。